皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年3月8日火曜日となっております。気温はそうですね、7度といったところでございましょうか。そして昨日の僕の晩御飯ははいカレーでございます。カレーのご飯でございます。それもあれですよ、カップのカレーのご飯なのでございます。インスタントのものですね。もっとインスタントじゃないものを食べたいなとは本当は思いながらも、インスタントにしてしまいました。だってやっぱり楽ですからね。何よりもものすごい楽なのですよ。作るのが便利な世の中になりましたよね。まさかカップでご飯が食べられちゃうのですから、そんな世の中に僕はすごいなって思いました。はい、そんなカップのカレーのご飯で作られている引きこもりサワーを本日もよろしくお願いいたします。ではでは、本日の気になるお一言早速言ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、もうサンピアさんしかいらっしゃらないのでしょうか。もちろんもちろん嬉しいですけれどもね。ということでして、いつもいつもサンピアさんありがとうございます。もうあれですよね、本当にここしばらくサンピアさんとのタッグが続いてますよね。他の方はどうされちゃったんでしょうね。どうされちゃったんでしょうね。そこは気になりますが、もちろんサンピアさんとのタッグとても頼もしく楽しく読ませていただいてますよ。ではでは、本日のその気になるお一言も早速拝見いたしましょうか。じゃん、もうそうですよね。そんな時期ですよ。何せ3月の8日ですからね。もうそりゃそういうことにもなりますよ。そういうことでございます。そういうことでございますよ。まあ皆様に簡単にご説明しますと、この春という季節、これに密接に関わった花でございます。はい、もうそこまで言いますと、まず最初に来るのがその花ではございませんでしょうか。そのもう春の代表される花で間違いがございません。はい、それです。ピンク色の花でございますよ。もう絞られたのではございませんでしょうか。ですよね、だと思いますよ。まあそれでももうちょっとヒントをということございましたら、そうですね、伝部とかあります。はい、それの伝部とかありますよ。それ伝部です。それ伝部伝部って何ですか。伝部って一体何なのでございましょうか。全くわかりませんよ。よくよく考えてみますと、ピンク色の食べ物です。ピンク色の食べ物。ただ
そういう名前がついてるのですが、花の名前がついているのですが、その花のエキスとか使っていたりはするのです。それどうなんですかね。それどうなんでしょうか。そのエキスを使っているのか、それとも見た目がそのピンクなことゆえに、その伝部であると、そういうように名前がなっているのか、そこら辺が分かりませんね。もうこのお一言に使われている花の名前よりも、その伝部の方が気になっちゃいました。よろしければそれって一体何なんですかっていうものをお教えくださいはいたしませんでございましょうか。よろしくお願いいたします。なんか謎なんですよ。今更そういうことを言ってもなんかおかしいですけれども、僕の中では結構昔からよく食べられているものなのに、何でできているのかよくわからないんです。はい、急にそういう風に感じました。こうして言葉をバラバラにすることによって、果たして伝部って何なんだろうというように改めて思った次第でございます。はい、そうなんですよ。不思議ですよ。まあ嫌いじゃないですけれども、好きかと言われるとそうでもないんですよね。ただもちろん何でしょうか、ご飯に甘いものをつけるってよくよく考えると不思議ですよね。それは思いました。はい、そうですそうです。ちらし寿司とかに混ぜてあったりもしますよね。はい、ただ昔はそのままかけて食べたりはしたりしてましたよ。確かに結構嫌いではありませんでした。まあ好きかなっていう部類に入る気はするのですけれども、なんとなくこうちょっとなんか食事としては寂しい食べ物に感じちゃいますよね。なんででしょうね。リーズナブルなのでございましょうか。もしかしたらそんな気はします。なんかちょっとお弁当とかで寂しさを紛らわせるために使われるような食べ物といったような印象があります。そういう印象があるのは僕だけでございましょうか。なんか華やかにさせるための食べ物っぽいですよね、伝部は。そんな感じがします。そうですね、その謎についてはもう皆様からのお便りにお願いするほか、僕の解決案は出てきませんよ。僕が想像するのは、まあきっと砂糖は使ってるだろうなみたいな感じですか。砂糖の味というか甘さがありますからね。他にはもうどうやって何によって作られているのか、それともあれはもう砂糖をピンク色にしたんですかね。そんな感じがしますよ。そういうものだと僕は睨みましたよ。はい、そしてはい、まさにそのお言葉を使ったお一言でございます。はい、もうここまで言いましたらもうお分かりになられましたよね。あれですよ、ソメイヨシノとかあります。はい、これにはもうそこまで言ったらもう言っちゃったようなものですよ。はい、そしてそのお一言に語尾に僕がついている一言となっております。ですからその花の名前僕みたいな感じですね。はい、なんたら僕ですよ。ですからですね、
なんとなく食べ物っぽくも聞こえますよね。こうやって聞くと食べ物っぽくも何かそうですよね。やっぱり僕をなんか使った食べ物っぽくも見えます。もしくはですよ、あれあるじゃないですか、あれなんて言うんでしょうか、人気がないのに人気があるように仕向ける人たちのことあるじゃないですか。はい、そういうのに加担している僕みたいにも聞こえたりはします。はい、そんな感じの一言です。でもこれまた謎が出ちゃいましたよ。はい、それですよ。その人気がないのに人気がある風にする人たちのことをなんでそういう花の名前で言うんですか。これなぜです。それ謎ですよね。何せ花としてはとっても素敵で、まって言っちゃいましたよ。なんて言うんでしょうかね、こう春を感じさせて、こうなんか本当に素敵な美しい幸せをもたらせるような、そういうような花ですのに、なぜちょっと悪びれた感じのことに使われちゃったりするのでございましょうか。そこが今回のもう一つの謎ではございます。一体これはなぜなのでございます。もう日本の言葉って謎が多いですよね。これ一体何なんでしょうか。なぜちょっと悪っぽいものに、そういうものに使われちゃったりするのでしょうか。ただもしかして花の名前とその悪っぽいことをする人たちとは全く関係がないのでございます。似て非なるというか、同じ言葉を使いつつも全く違うものなのでございましょうか。もうどうなのでしょうね。ただそうですよ、そのもうここまで言ったらもう確実にお分かりになられたかと思います。すみませんね、甘噛みしちゃいまして。甘噛みでも行きますよ、このまま行きますよ。はい、突き進ませてくださいませとのことでして、そろそろ行ってみますか。よろしいですか。もう完全にお分かりになられましたものね。はい、そうです、それで正解です。なんたら僕で正解です。はい、じゃあ行きますかね。行きますよ、本当に行きますよ。いいんですね。しつこいですか僕。いや、なんか言い足りないかなっていつもいつも思うのですよ。このままでいいのかなって。今回何か面白いことの一つでも言えたかなとか、あとはなんか皆さんのためになるようなこと言えたかなとか、そういうことを思い返しては言えてないな、なんかこのままじゃいけない気がするということで、なんかこうダラダラと引き伸ばしちゃうんです。はい、何かうまいこと言えないだろうかって、そういう僕の熱意とか情熱だけは溢れてるのですよ。溢れてるけれども言えないだけなのでございます。はい、もうこんなに溢れてるのに言えないってどういうことですか。どういうことですか、本当に。もう悲しくなりますよ、こんなに言いたいのに言えないのって。どなたか僕になんかなんて言うんですか、語彙力っていうんですか、もしくはトークの力をくださいませ。
どなたか喋り上手にしてくださいませ。本当にそれ願いますよ。喋り上手にってどうにかこうにかできませんか。はい、もう改造してください。もういいですよ、改造してもらって構いません。悪の組織に魂を売っても構いませんから、僕にうまく喋れる僕にしてください。どうか世の中の組織の皆様よろしくお願いいたします。はい、改造してくださいね。よろしくお願いいたしましたよ。お便り待ってますよ。何月何日この場所に来たら改造してあげるよって、そういうお便りでも構いませんからね。ただあまりにもそういうお便りには怖くて僕は出向けませんが、そこは失礼いたします。それは無理です。出向くこと無理です。不可能です。そんな怖いの何されるか分かりませんから。改造されていいって言いながら何されるか分からないのが怖いのが僕なんですよ。はい、言っても言ってもそう言っても行動はできないのが僕なんです。だからこういう名前がついてるんですよ。はい、それをお忘れなきようお願いをいたしますとのことでして、不思議な言い方になってすみませんね。今ものすごいただ単にカミカミになっちゃうところだったのでございます。それなのでちょっとゆっくり言ったのです。はい、じゃあもう行きます、行きますよ本当に。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。桜リス。